文化庁、文化庁、文化庁、略称 AC、ACA は、日本の文部科学省の外局の一つで、文化の振興及び、国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする、文部科学省設置法第18条。上記の文部科学省設置法に示された任務を、達成するため、芸術創作活動の振興。 文化財の保護、著作検討の保護、国語の改善、普及、施策、国際文化交流の振興、宗教に関する事務を所掌する。国家行政組織法及び文部科学省、設置法により文部科学省の外局として設置されている。文化庁長官を長とし、内部部局として休暇及び三時官二人を本庁に、置くほか、審議会として、 文化審議会及び宗教法人審議会を特別の機関として日本芸術院を置く。定期観光の広報誌として月刊文化財を発行している。発行主体は第一放棄株式会社であり、文化庁は監修に携わっている。かつて出版されていた文化庁月報はウェブ観光に移った後、文カルにリニューアルされた。また、 宗務行政については、文化部宗務課から、宗務時報が、国内宗教の調査報告として、宗教年間が発行されている。庁舎は、中央合同庁舎第7号館旧文部省庁舎に、ある。2021年度に、京都に移転する部局は主に6階、東京に泊まる部局は5階に所在する。2004年1月から2008年1月にかけては、 中央合同庁舎第7号館建設整備事業のため、千代田区丸の内の旧三菱重工ビルに仮移転していた。2018年9月までの庁舎表札の文化庁の文字は書道家の成瀬営山が記号したものである。かつて出版、著作権行政の所管官庁は内務省警報局であった。その編成は、書記室、刑務課、保安課、書務係、 文書係、右翼係、労働農民係、左翼係、内戦係、外事係、図書課、書務係、著作権出版権登録係、検閲係、企画係、農本係、保安係、調査室となっており、出版、著作権行政が、検閲行政と一体に処理されていた。大東亜戦争、太平洋戦争での日本の敗戦により、 連合国による占領統治が始まると、1945年10月4日に、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ は人権司令を発令し、特別高等警察と共に出版警察も廃止されることになった。早くも1945年10月13日には、内務省警保局検閲課、旧図書課検閲係が廃止されることになり、 1947年6月10日の内務省管制の一部改正、政令第39号により、内務省管制第一条に規定する同省の権限から出版、著作権に関する事務を削り、同権限を文部省に関することが決定した。これによって、内務省警保局検閲課、旧図書課は、業務から検閲が取り除かれて、文部省社会教育局分科課、 後の著作権化として再出発することになった。1966年5月1日、文部省の調査局が廃止され、旧調査局の国語化、宗務化、国際文化化と社会教育局の芸術化、著作権化を統合して、文部省の内部部局として文化局が設置された。1968年6月、当時の文部省の内部部局であった、 文化局と外局の文化財保護委員会を統合し、文部省外局として文化庁が発足した。2001年の中央省庁再編により文部、科学省の外局となるとともに、施設等機関であった国立博物館や国立美術館などを独立行政法人として分離した。文部科学省設置法第19条は、同法第4条に、 文部科学省の所掌として掲げられた全93号に、渡る事務のうち、文化庁は、合計21号の事務を司る。具体的には以下に関することなどがある。文化庁の事務の主要部分である、文化芸術の振興については、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び、地方公共団体の責務を明らかにするとともに、 文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めた文化芸術基本法、平成13年12月7日法律第148号が根本基準である。文化芸術基本法は、国が文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術の振興を図るため、これらの芸術の講演、展示等への支援、 これらの芸術の制作等に係る物品の保存への支援。これらの芸術に係る知識及び技能の継承への支援。芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずる。第8条。また、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用し、芸術、メディア芸術の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援。 メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずる、第9条をそれぞれ定めている。これらの規定を受けて、文化庁はその具体的な施策として、文化庁芸術祭、芸術選唱、国民文化祭、全国高等学校総合文化祭、文化庁、 メディア芸術祭、文化庁映画賞及び文化庁映画週間といった、芸術祭や検証を主催している。文化庁芸術祭は、優れた芸術の鑑賞の機会を広く、一般にするために開催される、諸芸術の祭典である。1946年に、文部省主催で始まって以来、毎年秋に行われている。現在は、文化庁文化部芸術文化課、 文化庁芸術祭執行委員会が企画している。主催公演、共産公演、参加公演及び参加作品の4区分からなる。参加公演及び参加作品は、参加を希望する公演、作品の中から執行委員会が芸術祭にふさわしい内容と認めたものである。参加公演は、演劇、音楽、舞踊、大衆芸能の4部門。参加作品は、 テレビドラマ、テレビドキュメンタリー、ラジオ、レコードの4部門に分かれ、各部門における審査委員会の審査をもとに、文部科学大臣賞が贈られる。芸術選奨は、各芸術分野において、前年に優れた業績を上げた者に、文部科学大臣から贈られる賞である。芸術選奨文部科学大臣賞及び、芸術選奨新人賞の2種類がある。 1951年に文化庁芸術祭から分離される形で芸能戦争として始まり、1956年現在の名称に改められた。文化庁メディア芸術祭は1997年から始まったメディア芸術作品の検証と鑑賞機会の提供を目的とした芸術祭であるアート部門、エンターテインメント部門、アニメーション部門、 漫画部門からなる。2007年度第11回からは国立新美術館で実施されているほか、2002年度からは地方展も開催されている。文化芸術基本法では国は文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、 文化芸術活動を行う者の,の国際的な交流、及び芸術その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催またはこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備に関する協力、 文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の要請及び派遣その他の必要な施策を講ずるものする。と規定する第十五条。この国際文化交流の振興に関する事務は文部科学省設置法の上規定により文化庁の管轄である。これらの規定により文化庁国際文化フォーラムの開催や文化庁文化交流制度の運用。 国際交流年事業、国際芸術交流支援事業などが行われている。明治以降の日本の優れた文学作品を英語、フランス語、ドイツ語などに翻訳し、それぞれの国で出版する現代日本文学の翻訳、普及事業、JLPP を2002年に立ち上げた。2010年現在、121作品が翻訳対象に選定され、86点が 出版されている。文化庁所長の受託事業であり、2009年4月からは、突般印刷株式会社が受託し事務局を運営している。文化芸術基本法では、国は、国語が文化芸術の基盤をなすことに鑑み、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び、 知識の普及その他の必要な施策講ずるものとする。と規定している。また文部科学省設置法では、国語の改善及びその普及を文化庁の所掌としている第81号。これを受けて、文化庁は日本語の調査研究のために、国語問題研究協議会や国語施策懇談会を運営し、一般社団法人中央調査者に委託して、国語に関する世論調査を、 実施、公表している。同調査は1995年から毎年行われ、マスメディアでも話題にされる。文化芸術基本法では、国は外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の要請及び、研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、 日本語教育を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとすると規定している第19条また文部科学省設置法では外国人に対する日本語教育に関すること外交政策に係るものを除くを文化庁の所掌としている第36号文化庁の組織は基本的に法律の文部科学省設置法 政令の文部科学省組織令及び、省令の文部科学省組織規則が、階層的に規定している。2018年9月以前は、長官官房と文化部、文化宝部の下に家屋く組織だった。改正前の特別な職、幹部は、長官、指定職6号法、次長1名、指定職3号法、部長2名、指定職2号法、審議官1名、指定職2号法、 文化財監査官、指定職2号法であったが改正により長官、指定職6号法、次長2名、指定職3号法、審議官2名、指定職2号法、文化財監査官、指定職2号法となり、全体の人数は変わらず、指定職2号法の1名が、指定職3号法に変更された。文化庁が事務局となっている、独立行政法人は、国立美術館、 国立文化財機構、日本芸術文化振興会の3法人である。各法人が運営する文教施設は下記の通り。2018年度、平成30年度一般会計当初予算における文化庁所管予算は1055億2万七千円。文部科学省所管の一般会計予算、5兆3093億289万円。 の約2.04%を占める。海外と比べる場合には、国の関与のあり方や政策対象の範囲が異なる。ことに注意が必要だが、国民一人当たりでは、A、普通、読、範囲より少なく、米国より多い。科目別の内訳は、文化庁共通費が29億2551万円、体調予算費2.7%、 文化庁施設費が5億2046万円0.5%文化振興費が206億2823万円19.1%日本芸術院が5億1124万円0.5%独立行政法人国立美術館運営費が75億3927万円7.0% 独立行政法人国立美術館施設整備費が18億1000万円。1.7%独立行政法人日本芸術文化振興会運営費が100億8941万円。9.3%独立行政法人日本芸術文化振興会施設整備費が8324万円。0.1% 文化財保存事業費が477億8495万円。44.2%文化財保存施設整備費が6億8892万円。0.6%独立行政法人国立文化財機構運営費が88億803万円。8.1%独立行政法人国立文化財機構施設整備費が4億504万円。 0.24%、国際文化交流推進費が20億7843万円、1.9%、文化振興基盤整備費が11億2730万円、1.0%、文化庁へ移管される、独立行政法人国立科学博物館、運営費が27億2890万円、2.5%、国際観光旅客税を活用した、 文化財単元を解説整備費が5億円、0.5%となっている。一般職の在職者数は2018年7月1日現在、文化庁全体で227人、うち、女性66人である。文部科学省の全在職者数2188人、うち、女性550人のうち、点1 1 0 11.5%を占める。 定員は、省令の文部科学省定員規則により、260人。給与に関しては、一般職給与法が適用され、法給表は、行政職法給表、1、行政職法給表、2、研究職法給表、専門スタッフ職法給表、または、指定職法給表が適用される。文化庁職員は、一般職の国家公務員なので、 労働基本権のうち葬儀権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる国交法第108条の2第3項。二千十八年三月十一日現在、 人事院に登録された職員団体は存在しない。文化庁の幹部は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。